ブラックペアンで共演の二宮和也、竹内龍馬も10から30代女子が浴衣デートしてみたいイケメン第4位以下。日本人なら夏には浴衣を着てお出かけしたい。浴衣は見た目にも爽やかで清涼感があり、普段とは違う魅力を演出することもできる。そこで今回は10から30代の女性100人に浴衣デートしてみたいイケメンについて聞いてみた。 第4位、3.0%は、嵐の二宮和成、岡田将樹、高橋一生、玉木博竹内龍馬、へ<っ>せい、ジャンプの山田涼介、ストーンズのジェシーが同率でランクイン。二宮和成は今季、主演ドラマ、ブラックペアンシーズンに、TBS 系、でシルバヘアの世界的な天才外科医役を演じており、 白衣姿もかっこいいと話題になっている。二宮は2022年公開の主演映画タンブタングの舞台挨拶に浴衣姿で登場。こういう機会がないと着られないのでありがたいです。意外と新鮮ですね、と語っていた。浴衣で浅草デートがしたい31歳女性専門職。花火を一緒に見たい27歳女性営業販売。 夏祭りに出かけたい、38歳、女性、営業、販売。岡田正樹は、現在放送中の伊藤彩里主演 NHK 連続テレビ小説、虎に翼で、ヒロインと永遠を誓わない愛を誓う裁判官役を講演している。また7月から江本時を、角県と落合元樹とクアトロ主演を務めるドラマ、金市町パラダイス、渋谷から一本。 テレビ東京経過スタート、8月23日には出演した三島ひかり主演映画、ラストマイルが公開されるなど、引っ張りだこだ。岡田は、2018年に放送された主演ドラマ、昭和元禄落語真珠、NHK で、大物落語家という役どころで10代から70代まで演じ、着物姿を披露したことが話題になった。屋台で食べ歩きをしたい。 37歳、女性主婦。一緒に花火を見たい、34歳、女性総務人事。お祭りに行きたい、36歳、女性主婦。高橋一生は、4月期にドラマ、6秒間の奇跡、花火師持月星太郎の2番目の憂鬱、テレビ朝日系で花火職人役を演じ、ハッピー姿もようになっていた。 私生活では2020年より放送されている主演ドラマ、岸辺露伴は動かない、シリーズ NHK で共演するイートヨマリエと今年5月に結婚し、大きな話題を集めた。浴衣で川辺を静かに歩きたい、38歳、女性主婦。一緒に花火大会に行きたい、19歳、女性、玉木博士は、 9月から放送予定の青い若菜主演ドラマ、お市不思議語り NHKBS、NHKBSP4K NH で主人公の父親役演じる。玉木は2022年公開の主演映画、ごく塩道ザシネマの公開直前祭に浴衣姿で登場。この数年は夏祭りにも行けていなかったので、こうして浴衣を着させていただいて気分だけでもすごく上がると笑顔を見せた。 浴衣でディズニーランドに行きたい36歳女性総務人事事務。縁日に行って食べ歩きをしたい37歳女性主婦。竹内龍馬は今期二宮和成主演ドラマブラックペアンシーズンに TBS 系で心臓血管外科医薬を講演中。6月にインスタグラムで唯一無二のデザイン最高な着物というコメントとともに。 凛とした佇まいの着物姿を披露し、ファンを喜ばせた。花火大会に行って、一緒に花火を見たい、34歳、女性主婦。食べ物をいっぱい食べる、23歳、女性、パートアルバイト。お祭りデートがしたい、16歳、女性学生フリーター。山田涼介は今季、春ドラマ、ビリオンるスクール、フジテレビ系で、 億万長者という身分を隠した高校教師を演じている。7月には、アンアンマガジンハウスの表紙に着物姿で登場し、和装でも際立つ美しさが話題になった。小さいお祭りに行って、些細なことを楽しみたい、31歳女性、事務職。浴衣で一緒に花火を見たい、30歳女性、学生フリーター。 浴衣でお店に行って食事をしたい30歳女性事務職。ジェシーは7月にニュースポストセブン小学館で綾瀬遥との交際が報じられファンをざわつかせた。日本人離れしたルックスのジェシーだが昨年5月発売のジャランムックシリーズジャラン酒旅ブック2023リクルートでクールな和装姿で表紙を飾り反響を呼んだ。 手持ち花火とかしたい、17歳、女性学生フリーター。楽しく金魚すくいをしたりして楽しみたい、33歳、女性主婦。花火を一緒に見たら楽しそう、18歳、女性学生フリーター。